はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。9月9日にアプリのトップ画面更新されています。で、昨日ですね、私パイネットワークの、動画をアップしました。アンケートの動画ですね。ところがその動画をアップしたもうすぐ直後くらいですかね、もうトップ画面ね、こんな感じで変わってしまったので、アンケートを、回答しようと思ってた人もしいらっしゃるのであれば、なんか Facebook の方でですね、こんな感じで、あなたやあなたの知っている人はあなたのローカルコミュニティでパイで何かを買ったことはありますか、あなたの経験とあなたの改善方法をコメントでシェアしてくださいということで、昨日の動画でお伝えしたeeCommerce とかパイを使ってなんかビジネスを考えている人のご意見があるようであれば、 Facebook のコメントの方で受け付けているようなので、こちらでコメントをしていただければと思います。はい、じゃあいつものように日本語訳で見ていきますけれども、パイハッカソン、7月のハッカソン優勝者が発表されましたということですね。7月のパイハッカソンの優勝者と1万パイの受け取り人を発表。スティームボルトはサブスクリプションベースのビデオストリーミングプラットフォームであり、パイエコシステムの振興プロジェクトです。彼らの最終的な目標は、パイオニアがサブスクリプションからパイを受け取り、パイオニアを使ってお気に入りのコンテンツを視聴できるようにしながら、ビデオストリーミングを促進することです。詳細についてはお知らせをタップしてくださいということですね。はい。じゃあですね、このアナウンスメントというところですね、タップしていただくとブラウザーが立ち上がってね、パイネットワークのブログの方を飛びますので、こちらの、ブログの記事の方、いつものように音声合成で読み上げたものをこの後流しますので、読むの面倒だっていう人は耳で聞いていただければと思います。エキサイティングなニュース、ストリームボルトが7月版ハッシュタグパイハキャソン受賞。進行中のハッシュタグパイハキャソンの1万番目の受賞者と、パイ賞の受賞者であるストリームボルトを発表できることを嬉しく思います。ストリームボルトは、パイエコシステムへの有望な新しい追加として浮上しています。ストリームボルトは、その中核となるサブスクリプションベースのビデオストリーミングプラットフォームであり、まだ開発の初期段階にあります。それを際立たせているのは、パイオニアがビデオをストリーミングし、コンテンツのサブスクリプションを通じてパイを受信できるようにするというビジョンと、そのコア機能を実行するというコミットメントです。コンセプトはシンプルでありながら強力です。パイオニアはパイを使ってストリームボルトでお気に入りのビデオやクリエイターを購読して視聴できます。このアプローチは、コンテンツクリエイターに報酬を与えるだけでなく、パイオニアがパイトークンを利用するための新鮮な方法を提供します。ストリームボルトを選んだ理由。ストリームボルトで際立っていたのは、一つの主要なユースケースに焦点を当てていることです。一度に全てになろうとするのではなく、パイオニアに真の有用性をもたらすための特定の道を選択しました。ビデオストリーミングはまだパイプラットフォームで一般的なユースケースではなく、ストリームボルトのエントリーはパイのクリエイターと消費者の両方に利益をもたらすギャップを埋めることを約束します。ストリームボルトの作成者がパイ上に構築することを選んだのは、安全でユーザー中心のエコシステム内でアプリケーションを作成できることがゲームチェンジャーだからです。パイがユーザーのプライバシー、公平性、エンパワーメントに重点を置いていることは、私のアプリの目標と完全に一致しています。私たちはストリームボルトの可能性を信じており、彼らの継続的な取り組みを支援し、奨励しています。彼らがより多くの機能を追加し、アプリを改良するにつれて、彼らがどのように進化し、パイオニアに何をもたらすかを見るのを楽しみにしています。今後のパイブラウザーのエコシステム UI でのストリームボルトのリストに注目してください。次のハッシュタグパイハッカートンに参加しましょう。あなたが開発者でありパイユーティリティを構築する運動に参加したい場合でも、
ハッシュタグパイハキャソンに参加できます。8月末までにブレインストームアプリでアプリを提出して8月の勝者になるか、ビルドを続けて9月に提出してください。チャンスは無限大です。そして今が始めるのに最適な時期です。開示ハッカソンの利用規約で指定された商品と賞を受け取るには、優勝チームとその各チームメンバーはハッカソンのすべての利用規約を遵守し、パイの KYC 検証プロセスを正常に完了する必要があります。パイ賞をパイメインネットに移行します。優勝チームまたは1人以上のチームメンバーが利用規約を守らなかった場合、当該賞の受賞資格はならず、ハッカソンの優勝チームとして失格となります。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。